沢城みゆき、キングオージャー、新章でヒルビルリッチに、10レンジャー、弟と見ていました。スーパー戦隊シリーズ第47作、王様戦隊キングオージャー、毎週日曜前9時30分、テレビ朝日系、では、6人の王様たちが結束し、守護神キングオージャーと共に地帝国バグナラクと戦ってきた。そのバグナラクとの戦いが、ついに決着。それから2年後、6人の王様たちの前に宇宙から新たな脅威が現れる。キングオージャーが、9月3日の第27話から新章に突入する。バグナラクとの戦いが決着し、2年が経ち、宇宙から新たな敵、ウムシオウが現れます。ウムシオウは、人間とバグナラクの長年の争いをけしかけた諸悪の権化で、平和に向かって進む地球を再び争いの世界にするために襲来する。そんなウムシオウと配下を演じるのは豪華な声優陣。ウムシオウダグデドドジャルダン、アクター、清家俊和、役に石田明、亀ジムウンカ、アクター、スタムネマサト、役に三木慎一郎、ゴーマローザリア、アクター、米岡貴博、役に山地和弘、ヒルビルリッチ、アクター、五十嵐睦美、役に沢城みゆき、ミノンガンモウズ、アクター、小森拓馬、役に関智一となる。スーパー戦隊シリーズとしては異例の2年後という新章スタート。装いも新たにした王様たちだけでなく、最強の敵にも注目だ。沢城みゆきコメント。恐竜戦隊10レンジャー、弟と見ていました。曽我町子さんのバンドーラがかっこよくて憧れました。さて、老楽のヒルビルをやらせていただくことになりました、沢城みゆきです。老楽って人を巧みに言いくるめて、自分の思う通りに操ることという意味のようです。どんな風に王たちを老楽するのかお楽しみに。